改めて申し上げることはありませんが、予算と郵政、改革法案派遣法、これどうしても今国会で成立させるということで、ちょっと緊張して、いろんなことあると思いますよ。本当に大変だと思いますよ。もうそれをぜひ、我々は連日を踏んでおるわけでありますので、政治に対して特に責任がありますので、それを踏まえて、がっちりとやっていきたいと思います。よろしく、頑張りましょう。はい、昨日は衆議院の予算委員会で質疑をさせていただきました。私どもは繰り返し述べるように、人間の心の機微や飛騨が分からぬ体温のない市場原理主義でなく、人間、集落、家族とともに生きるですね、市場人間主義というものを実現するということが本来政権交代であったわけですから、その原点を今一度きちんと確認をして、一緒に進みたいと思っております。昨日の、質問の最後に、実は北方領土問題に関して現在の外務大臣が、北方領土返還に私の政治生命をかけると、それもできるだけ早くとおっしゃったので、それは残された在任中に実現されるという覚悟のほどをぜひこの場で改めて申し述べくださいと述べたところですね、私の願いを述べたまでとおっしゃったので、やはりその政治生命という言葉もですね、重みという以前に、やはり言葉も流れに差を指すという言葉も時代とともに変容したので、政権交代とともに政治生命という言葉も変容したのかと。しかしそれはですね、多くのまさに市場原理主義でなく、市場人間主義と、主義などという言葉でなくですね、その人々と共にあるということを願っている方は、そのようなですね、言葉の変容は望んでたわけではないという点もですね、改めて確認をして共に歩みたいと思います。よろしくお願いいたします。先生は本当に素晴らしかったですね。いや、どうですか、亀井静香様の薫陶のおかげです。